さんこんにちは。福岡県のギャラリーのロペコです。こちら新入荷情報でローズ工房さんの作品いろいろご紹介していきたいと思います。ローズ工房さんの作品なんですけど、前回入荷した分通販に出す前に全部店頭とあと一人通販の方で売れてしまいました。もし通販計算前に欲しい方おられましたらお気軽にお問い合わせください。ちょっと撮影とかですねいろいろすると時間がかかってしまうので、その間に販売してしまうことがあります。なので、動画ご覧になられて欲しい方おられましたらお気軽にご連絡をくださいね。まずは、手提げバッグからご紹介をしていきたいと思います。こちら番号は82番です。このバッグも結構人気があってですね、通販に今まで多分出したことがなかったんじゃないかな。なんかすぐ店頭とかでも売れてしまうんですよね。バラのお花のところちょこっとこう蜜蜂が飛んでいたりして可愛いんです。そして、工夫があってですね、ここ紐あるじゃないですか。これこうやってみると後ろにちゃんとこうつながってるんですよね。でここでボタンで留めるようになってるんですけど、後ろはこんな感じでポケットになってて、そしてここもバラの花、内側もちゃんとこんな感じでアプリケされてて両方にポケットがあります。そして今回の作品からこれもついてて、これ素敵だなと思いました。作家さんからの一言です。番号81番です。こちらはお揃いで使えるポーチも入荷していますが、まずはバッグをご紹介します。後ろはこんな感じ、内側アプリケあります。83番がお揃いのポーチですね。後ろも綺麗にこんな感じで作られてて、あとはこのモチーフはミツバチで、内側はバラの生地で両方にポケットあります。番号84番です。こちらの巾着のデザインは、今まで入荷したことがないので初めてです。後ろこんな感じです。そして絞る感じですが、内側は巾着ですがちゃんと内ポケットがあります。巾着で85番。こちらのパープルの生地ですけど、もう売ってる分全部買い占めされたっておっしゃってましたが、持ってある分で終わりになるんじゃないかなと思います。色がですねとっても落ち着いた感じでいいお色の紫なんです。巾着で86番。ベースは生成りで、そして落ち着きがあるピンク、作品の詳細の情報については YouTube 動画の概要欄もしくはブログの方からご覧になってみてください。あと作家さんの応援になるので、ぜひぜひ高評価ボタンもよろしくお願いします。いろんな情報はブログで発信しているわ。チャンネル登録もよろしくね。